車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回は重症患者の祭典オートサロン2024の2日目、もう6時ちょっと前なんですけど、だいぶ人がはけてきたんで、会場ちょっとぐるっと回って飯村店長とお届けしたいと思います。よろしくお願いします。全体的な雰囲気もちょっとお届けしたいと思います。もう BMW さん今回すごいっすね。こんにちは。すごいね。 M2 がセンターロックなんです。あ、見た？そうなんですか。見てないです。これがなんかセンターロックなんだよね。え、本当だ。聞いてみよう、はい、すいません、なんであれセンターロックなんですか。あれオプションで、オプションごと変えるんですか。そうです、できるんです。これだ、センターロックっていう。え、236万円。230万。別です。ああ、でもまあまあそうですね。だって4輪でしょ。ああ、まあまあそうかそうか。で、ハブ変わって、確かに、ブレーキ変わって、確かに、もうごっそり交換だ、うん、すげえ。で、ホイールこれいくらなんですか。ホイールが1本12万と10万。ああ、それ安いですね。安いっす。安く感じる。いや、全然安くないっす。安くないっす。ホイール別だから。ホイール社外にして。そう。さっき純正パーツでお願いしますってやってましたよ。すいません、向かいのボンドです。すいません、なんか純正パーツとか言ってる前でなんか。こっちの人間であっちの人間。あ、本当ですか。よかった。はい。というわけで、いろいろ教えてもらっちゃいました。これやばいっすね。オプションでセンターロックですよ。ね、やばいやばい。これ見た方がいいでしょ。これすごい。だってマフラーも選ぶ。マフラーすごいね。そう。これチタンっすよね。何これ。マフラーが、この M パフォーマンスマフラー。これチタンじゃないんですか。チタンではないです。あ、チタンじゃないですか。100万円。100万円で。で、それでディフューザーも変えなきゃいけない。はいはいはい、セットで。はいはいはい、あ、このカバーだけ来たんだね、テールパイプの。じゃあこれフルオプションにしたらもうバカ高い M2 になるんです ね。フルオプションだと、はい、オプション合計がこの700。すげえ、やば。でも まさにもう純正改造車ですよね。そうだね。すごい、僕らの仕事が減っちゃったやつだね。確かに確かに、やめてもらっていいですか。すごい。しかもセンターロックもこれ飛び出ないんですね。そう、でもキャップが真っ黒になるっていうのもなんかかっこよくない。確かに確かに、すげえな。ホイールもエグいっすね。ね、軽そう。ありがとうございます。ありがとうございます。 MCC 社長の金井さん、今とっ捕まえました。はい。というわけで BBS から見てっていいですか。でもなんかいつもよりピカピカに見えるんですけど、気のせいですか。磨いてろ。あ、磨いたんすか。磨いていいんすか。内緒。こんな感じで BBS が展示してあったりとか、あとは人気の BC フォージド MCC さんのブースに展示されてます。デモカーはこの488、これもすげーっすね。新作の一部発表のネクスト、はいはいはい、あとフロントとサイド、あ、エアロもついてるんですか。エアロも、これ穴開け不要です。へぇ、2000穴で止まってるんです。あ、そうなんですか。そんなのもやってて、そして後ろには BC の新作が、あの青いやつとか、あれ全部新作かな。全部新作です。そうですよね。青いやつはちょうど工場見学行った時にあれ削ってたんですよ、うん、で、これ6ケツいけるんですよ。あ、できます。そうすごいね、これ。だからランクルとか LX とかこの辺 G クラスとか、デカパキしてもいいし、大きくしないでゴツゴツタイヤでもいいかなっていう、うん、でもちろんこれ青すけど、いろんなフィニッシュできますからね。その辺はじゃあ MCC さんでもボンド各店でも、はいはい、言っていただければ、はい、いけます。これもなんか新しいの、なんかえぐれてるんだ。新しいデザインです、ね、そうなんですよ。 BC すごいんですよ、最近進化が、うん、なんか BC の人みたいだ。うん、BC 工場見学行ってきたって。これもすごくないですか。これもね、ミニに入ってる。あ、はい、こっちのミニの GP、 もうえらいこっちゃになってますけど、これに入ってるホイールと同じホイール、フル加工して多分これ世界で一番低い。一応あの限定車です。バネエアサスです。もうあのインナーフェンダーぶった切ってある。女の子展示してある。そしてこちらはトムスさんのブースとトヨタさんのブース。今さんこれ見て、 IS 見た。めちゃ攻めてないですか。あ、デザイン的に。そう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 、ああ、ね、
トムスさんって一応そのメーカーにすごい近い感じじゃないですか。これなんかカーボンパーツが今回出てるでしょ。そう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 。でホイールこれっすよ。だって攻めたね、はい、アメタンって言われたら信じちゃうんですよ。攻めたね、はい、これすごいっすよね。しかもデズラも本当にギリギリ、はい、確かにこれもなんか下につけてるだけなのかな。確かにこんな感じで、これポリッシュなんですかね。メッキっすか。これクロームっすか。メッキっぽいよね。クロームメッキじゃない、でも言ったらそのトヨタのチューナー。なんだね。あ、そうなんですか。工事道となってる。しかもカラーリングもだってこのツートンっすよ。これなんかすごいね。すごい昔に僕レンジローバーでこのような貢献をしたことがある。お世話になります。ちょっと動画撮らせてください。はいはい、撮ってていいですか。あの今許可得たんで、はい、嘘でしょ。まさかの知り合い、一緒にだから駒沢公園で練習何人かでチャリで行って、駒沢公園のあそこ行って、でヨウちゃんヨウちゃんって言ってやってた。すいません、飯村です。まさかの業界がつながってた。あ、馬のテイストを取り入れました。屋根がほら、すげえ、すげえ、すごい、ちょっと和な感じなんですね。そうそうすげえ、へえ。これ海外でもめっちゃ受けそうな気がします。そうなんですよ。下のカーペットも日本の伝統工芸って言われる段数を使用して。あ、そうなんですか。へえ、メインデザイン。あ、そうなんすか。そうなんすか。すげえ。組子もあれ実はあの日本の四季が現れるようなデザインになってて、へー、竹雄だったり桜とね、朝だったり。あ、ほんとだ。あ、これすげえな。へー、だってそのベースっていうか枠もウッドっすよね。はい、だここも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 ウッドなの。ほんとだ、すげえ。ヒノキって呼ばれる日本の最高級のヒノキを使用する。ヒノキなんですか、これ。でそういうダクトとかは、ね、消臭だったり効果あります。めっちゃいい。めっちゃいいっす。やばい。その角度から、はい、あー、なるほどね。これすごいっす。はい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 。なん、和室じゃないんですけど、あ、なんかすごいオリエンタルっていうか。確かに。なんか和室って言ったら レザーとなんか相性悪いかなみたいな和な感じあるかなと思ったら全然すごい新しい。やばい、これ欲しい。何でも欲しがる。買えないけど、うん、すごい。しかもこれカーペットめっちゃふっかふかっすね。あ、そうなんですよ。ウール 100% なんで、通常の車だとポリエステルとか、はいはい、あ、 100% ウールなんで、肌触りも良くて、カーペットとかもなんか車に使うときはなんか何年のやつじゃないとダメとか。あ、そうです。あるんですよね。はい、今現在一緒に開発中。あ、そうなんですか。すげえ。柄とかもあの職人さんの技術。すげえ、めちゃくちゃ分厚いんですよ。はい、本当だ。これであれね、車初めてやってもらった。そうです。そうなんですか。これエクスペリアもすごいですよね。ホイールもだから。めっちゃ攻めてますよ、なんかデザインとフィニッシュと、うんうん、もう今年のトムスはちょっとホイール頑張りたいっていうので、あの全部、まあ、単造のホイールなんですけど、うん、まあ、これもやっぱ攻めてますし、結構 GR カローラ用とかももうコンケーブもバリバリつけて、まさかトムスさんからコンケーブっていう単語が出てくると思わなかった。確かに、これか、これが黒、はい、こっちが、今年の本当今回発表した新型ホイールで、こちらは昨年からあったんですが、これ LC サイズのブラッシュだもんね。確かに。あ、レストア事業を今年から始めた。このスープラもともと白の、最終型の RZ のスープラ、ファクトリーノーマルのスープラっぽく売れるんですけど、はい、これ実は TRD さんの昔売ってた 3000GT の、はい、ボディ全部スムージングして、え、ワイドボディになったんですか。あ、だってフェンダー変わって、フェンダー変わってる。確かに確かに確かに。トムスさんからレストボットの車両が、これだって今回売ってくれとか言われないですか。そうですね、海外からは結構ですよね。絶対これ売ってくれって言われますよ。ドバイに持ってきたいとか。あ、じゃあこれ本ってことですか、ボンネット。
これコピーしか見たことないです僕。確かに確かにすげえ。うわ、80スープラーなんて言って通り過ぎていくかじゃなかったっすね。ね。やばいやつだ。やばい。これやばくない？やば。ちょっと説明してもらっていいですか？車紹介お願いします。はい。ストレートオートバックスの方も。何がもう全部がやばいと思う。全部がやばい。本当に。あれ K 日本って何に積んでるエンジンだっけ？日本はステップワゴン。そうっすよね。ステップワゴンとかオデッセイですよね。うわ。アメリカンドラッグレースの FF の、うんうんうん、ワールドレコードを持ってる、フォーピストンレーシングそこのエンジンを、はい、コンプリートエンジンで組んでいただいてます僕のすげー、まあ、後々車検も取りたいんでこれでですか、はい、なんでアメリカはもうビレットブロックも作れるんですけど、はい、エンジンナンバーが入らなくなったので、はい、オーダーで全部ワイヤータックもして、はいはい、スムージングしてちょっとまだ間に合わなく未完成なんですけども、はいはい、燃料のラインとかをちょっとこれから吟味してやりたいと思います。もうなんかアメリカと全然一緒っす ね、 もうねむしろクオリティ高いストリートカーなんで内装もちゃんとしっかりすごいね。うわ実は EG6 のおっさんですよ。あ、マジか。だからもう違いが分かるからやばこれ。シフターもちょっと部品アメリカのメーカーのバックオーダーっていうかノットアライブドで全く間に合わなくてもうちょっとで来るらしいです。わすげえ。6月に頼んでます。ちなみに去年全部ビレットペダルもやばい。ペダルオルガンペダルですね。すげえ。すごい。トラックがエクゾーストの関係でつけれないので。あ、だから車内に。あ、はい、すげえ。どうも明けましておめでとうございます。ちょっと前回大幅にカットしたんで、はい、そう、古橋さん結構喋ってたのに最初の挨拶と最後ありがとうございましたしか使ってないんで。もうねひどいよね。ガチであれスタンスのガチでやった。なんでも使えないことばっかり喋ったもん。あれメッシュ。これはねもうカットです。カット全部マジでこだわりの。そう、こだわりをちゃんとちょっと真面目に、そうです、真面目に言っていただかないと使えないんで、はい、4インチアウタートリプルステップくらいの計算になるのかな、うん、本物のドラッグホイール用のミジェットカー用のホイールのリムを、使ってます。これエアーすかね。エアーじゃないですか、はい、ベタベタになってニュートレイルさんのフローティングキャップ21インチ、うん、すごいな。新しいね。確かに、うん、すごく新しい。制作担当した、はい、運転区、田口さん。いつも何でかでやってくれてる。業界の有名人ですからね、田口さん。田口さんちで作った裏缶に、はい、足元、ニュートレイルさんのホイール、うん。この間だけピアスボルトが埋まってる。はい、そうなんですよ。出てんじゃないんですね。埋まってる。しかもすごい埋まってますね。確かに。ホイールの味っすね。そしてじゃあこっちもいいですか、はい、はい、こちらもこれまた全く違ったテイストですね。テーマはリバレルです。でペイントもそうそうシルバーで、ちょっとあえてこう古臭く見える、うん、はい、でデザインはシンプルなバイブスフォークだけど、まあ、ステップ入れたりとか横ニュースクールな感じに合わせて、さあ続いてやってきたのはトラストさんのブースでございます。引き続き田口さん製作の車が展示されてるということで、ちょうどもう閉館の時間になったんで、はい、撮りたい放題ですね。ありがとうございます。これやばいっすね。これ SNS で見ました。これもうどこいじったんですかって、もうほぼ全部っすよね。全部っすね。フルビルドっすね。完全なフルビルド。すげーなこれ。これ外装もワイドボディになって、これ何のワイドボディキットですか。はい、これがイギリスのカーデザイナーカイザーって言われてる、まあ、100万人フォロワーいるめちゃめちゃ有名なカーデザイナーが、展開してる LTO っていうボディキット。へえ。日本じゃほぼつけてる人いないですよね。日本はこれが本当に1号車ですね。へえ。すごいワイドになってて、わすごいソリッドの深緑。そうですね。これも、まあ、もちろん自社で作ったんですけど、め
めちゃめちゃ大変でした。それとこの緑でこの傷なしの状態で仕上げてこの肌感をやるっていうのはかなりハードル高くてね。でしかもだってここ繋いであるんですもんね。そうですね、スムースフェンダーですね。もう給油口の位置見てもらえばどんだけワイドになってるのかが伝わるんじゃないかなと。すげえ。外装がまずすごい。エンジンルームも全部やり直して、配線の間引きもやり直して、まあ、シェーブドベンしてって感じ。すげえ。で、ターボつけて。へえ。あ、グレッティのターボついてるんですね。はい、すごい。すげえ。で、内装もかなりこだわってて、ウルトラスエード社のカタログにはこの色ないんですよ。あ、そうなんですか。ウルトラスエードにちょっと違うルートで頼んで、この車のために新規で色を作ってもらったんです。え、これ両方の色ともすか。両方の色とも、なんで、内装を張り替えてるお店でこの色は世に存在しないです。この深緑のウルトラスエードとこの何て言うんだろう、はい、いいんすか。すげえ。これ茶色というかベージュというかで、ピアスボルト全部裏打ちで見えないようになってて、三六でやっぱりつなぎ目がこう、そうそう、そこで書くのはありますけど、もしかしたらだからちょっとシームレスにつながってる感が。へえ。そして後ろこれサイズどうなってんすか。これドカンじゃないですか。 13.5J 7.5インチ、やば。あのうちで展示してるあの AMG GT ブラックシリーズと同じ 13.5J 、まあね、はい。これ海外の人が見てもびっくりじゃないですか。もうそうっすね。なんかもう今日オープン同時に囲まれてて、へえ、めちゃめちゃ反響はいただいてます、おかげさまで。さあ、というわけで今回はなんかオートサロン散策がすごいマニアックな回になっちゃいましたけど世界の人が見てもアメリカの人が見てもヨーロッパの人が見てもこれすごいよねっていう、その作り込みはやっぱりなんかこう代表的にこう見れたかなと思ってね。まあもちろん他の車も全部すごいんだけど、なんかこう僕らのまあ世代だったりこう車種だったりっていうところに刺さる車をご紹介できたんじゃないかなと思います。なるほど。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS、インスタ、X、フォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。